県の12月補正予算案は一般会計で334億4 0万円余り、このうち地震と豪雨の対応には290億5 0万円余りを計上しています。主な事業では生活再建の支援として被災者の心の不調を防ぐため、輪島市内の商業施設に精神科医や保健師などが常駐する新たな拠点を設けます。 また、珠洲市内の歯科診療所について、5カ所のうち3カ所でいまだ再開の見込みが立たないことから、珠洲市総合病院の歯科開設に向け支援します。そして、地震で被災した七尾市和久温泉の護岸について、年明けにも復旧工事に着手し、2026年度中の完了を目指します。権利者がたくさんおられましたので、 ここを整理をして合意をいただいて、えー、まあ公共貴族で公共事業として直しましょう今後一つ一つの旅館ホテルの所有者がまずどういう絵を描くのかその前に解体撤去とこれどれだけ時間がかかるのか費用がかかるのかそれも含めて今後徐々に 具体的な計画スケジュールが見えてくると思っています。補正予算案は来月3日からの県議会に提出されます。